トリリオンゲーム、第4話視聴率 5.5%、 次はソーシャルゲームに参入。人気グループ、スノーマンの目黒蓮さん主演で俳優の佐野優斗さんも出演するドラマ、トリリオンゲーム、TBS 系、金曜午後10時の第4話が8月4日に放送され、平均視聴率、関東地区、ビデオリサーチ調べ、以下同は世帯 5.5%、 個人 3.2% だった。ドラマは、漫画誌、ビッグコミックスペリオール、小学館、で連載中の稲垣理一郎さんが原案、池上良一さんが作画を手掛ける同名漫画が原作、世界一のわがまま男、野春子と天王寺陽、目黒さん、と、真面目で不器用なエンジニア、野学子と平学、佐野優斗さんの正反対の二人が、ゼロから起業し、型破りな方法で1兆ドル、トリリオンダラー、を稼いで、この世のすべてを手に入れようと成り上がる。ドラゴンバンク社が大々的に、花ヴィーナスを始めたことで、蜜園フラワーの売り上げは激減し、窮地に。蜜園、よきみこさんを心配する額、佐野優斗さんとリンリン、福本莉子さん、だが、蜜園フラワーを助けられる術はなく、祁答院、吉川晃司さんにも、これがビジネスと諭される。次作として、春、目黒さんはソーシャルゲーム参入を提案。ゲーム会社、逆さクラブの社長、桜、原義隆さんの心をつかんだ春は同社社員らとゲーム開発に乗り出すことになる。さらに家賃300万円の新オフィスを借り、ドラゴンバンク社の大人気ゲーム、ドラ娘の開発プロデューサーを引き抜く計画も立てるが、と展開した。